ヤホグニチョサイコです。東京でボーカルコーチやっております。レッスンのお申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日は BE:FIRST のサルフィアという楽曲が BMSG のフェスでやったものかな、動画が上がっておりましたので、今日はねそちらを皆さんと一緒に見ていこうかなというふうに思います。はい、でこちら最初ねちょっと通しで見ていきたいなというふうに思いますので、イヤホンとあと映像がちょっと見にくくなってると思うんですけど、よかったら別の機械とかでね開いていただいて同時に再生ボタンを押していただけたらなというふうに思います。はい、ということで早速聞いていきたいと思います。カウント入ります。 3,2,1 ドキドキ。ちょっと私実は初めて聞く、すいません。うわ、もうなんか入り最高なんですけど、誰誰ですか。リュウちゃんね。綺麗だね。レオちゃん。はぁ、あ、ちょっと待って。さすがですわ。すごいね、リュックね。うわー、シュンティ。ソータくん、甘辛ミックス。すごいね。なあ、ジュノンくんはもうジュノンくんだね。うわー、リョウキくんその響き使うんだ。ティーマナのなんかすごい裏声が記憶に残ってんな、私。めっちゃ綺麗だったな。リュウちゃん、テーマな？ちょっとテーマながガリッとしたのがキュンなんだけど。シュンテ。リュウちゃんの、ちょっと待って、地声と裏声のこのなんかナチュラルさがめちゃくちゃ進化してる気がするんだけど、もっとさこのボコッと感があったくなかったでしたっけ。ごめんね、なんかもう全然また外れなこと言ったら申し訳ないんですけど、なんかすごいリュウちゃんのなんだろうな、この声のスムーズさが増した感じがめちゃくちゃする。この入りのところもそうだったけど、あ、こんな綺麗に音切り替えてたっけみたいな、そんなイメージ感かな。いや、めちゃくちゃいいじゃないですか。いや、なんかそれぞれがもうちゃんとお仕事されてっていう、素晴らしいですね。リュウちゃんのこの入りがまたリュウちゃんから入るのね。
風だーのここの、このバキッと感がないのもさ、ね。ちょっとそのあたり、もしかしたら皆さんの方が、ちゃんと覚えてらっしゃるかもしれないんですけど、すごいなんかりゅうちゃんが、なんかスムーズになってるって感じ。イメージ感としては、その歌の、この、音の変化が、すごく、誰って感じなんですけど、すいません。音の変化が、すごくスムーズ。ここだよね。傷つくとのところの、この口頭の落とし方とか、力の入れ方、もう目もバキッとなるんで、まあ皆さんももちろん感じてると思うんですけど。ちょっと上から取れない動きがあったりとか、太めの低音っていうところですよね。うわぁ、めっちゃかっこいいじゃん。記憶のどこ飛ばすのっていうね。こんな感じか。レシャープから、ドシャープの方に飛びますね。Cシャープ5かな。失うよりもちょっと揺らしたりとか。レオちゃんパワフルだよね。レオちゃんパワフルだよね。怖いとの和が好き。ね、この高い音のね。これはもう、レオちゃんよくやるやつですよね。ひっくり返しのやつですけど。あらまあ、レオちゃんもよろしくて。ちょっと待って、すごいね。まず、ティーバナの汗、首元の汗にキュン。からの、あ、髪縛ってたのね、キュン。はい。で、その前に、まあ、歌声でキュンなんですけれども、柔らかいのよ、この方。本当にティーバナ先生はですね、本当に柔らかくて。まあ、音取りですよね、まずはね。愛された。このレのしゃくりの柔らかさとか、まあもちろん裏声から地声に返ってくるっていう、この音質のスムーズさ、柔らかさっていうのもあるし、あとはその後ろの、このスの捉え方ですよね。日々ですら、ここのスの落とし方とかも柔らかいし、あらまあ、という感じですよね。この裏声もとても美しいと。はぁ、ティーマナもちょっとどうします？誰かじゃなくてのなで入れる感じとかね、ちょっとやっぱりロック感っていうかね、ここの熱い部分がガサッとした音に乗ってくるシュンティーもまた素敵っていう。で、髪色ね、すごくない？どうしたの？この髪色は。この髪色はどうしたのっていう感じですけどもね。すごいですね。もう、誰が見ても、もうシュンって言って分かっちゃう髪色ね。すごいですね、これね。で、ひっくり返してんだ。へー、シュンティもね、なんか、ちょっとやっぱエモーショナルな歌を歌うのが得意ですよね、彼はね。ちょっと肩出しソータ。ちょっと、大丈夫みたいな。ちょっと皆さんこのセクシーさにやられてないですかっていうね。肩出しソータ、もうここしか見えないみたいな。ここしか見えないっていうね。ごめんなさいね。はい。もう、キモオタクみたいになってるんですけれども。はい。もうちょっとね、ソータくんやめてよ。そういうとこで見せてくるのも、ちょっとほんと勘弁してもらっていいですかみたいな。ほんとすいませんって感じなんですけどね。ソータくんがまたね、面白いんですよ。途中なんか、なんつったっけ私、甘辛ミックスみたいに言ったっけ？そうなのよ。なんかね、甘くなるときと辛くなるときが、なんか混在していて、なんか非常に、ソータくんのお色味が、なんかすごいことになられてませんっていう、なんか、それをすごい感じたんだよね、さっきね。うわ、好きだなぁ。ソータくんの歌声いいよね。マジで。結構キュンとくる。いい声。この、ジュモンくんの、ジャンジャン、ジャンジャンって、後ろがわかるでしょ？こういう、割とこう、あっさりめの、シャーっていう方に流すみたいな。そう、空気の方に流すみたいな。この感じがね、またね、他のメンバーみたいな、力強さから、一個ちょっと抜け感みたいなのがあって、非常にこう、ジュノンくんっぽいなというか、そう、やっぱこう、爽やか寄りな声っていうかね。うん、なんかそれをすごく感じるんだよね。このジュノンくんの歌い方というか、捉え方にね。これも最高だね。りょうきくん。やっぱセクシー入れてくるんだねっていう。うん。そこだけは譲れねえみたいなさ。ね。彼のこの、
やっぱ色っぽさっていう、ここだけはもうほんと絶対に出さなきゃ気が済まないぐらいの、ちょっとテンション感っていうかね。すごいですよね、りょうきくんのこの一貫した、この、セクシーに対する表現というか、必ず入れてきますもんね。まあもちろんなんか、狂気的なものもありますけれども、こっちの、セクシーな中に乗る狂気的なものも彼は持っているので、ね、さすがだなというか、まあやってんなですよね。りょうきくんやってんなっていう、やっぱ天才なんだよ、私。もう彼がこうビートに乗せてラップを始めた瞬間に、もうやっぱね、なんかわしづかみにされる。彼のこのリズム感なのかな。まあ声もさ、すごくシャープな方だから、そこがこう、ストンとやっぱ耳に入ってくるんです。ストンっていう入り方じゃないけどね。ぐさーっていう入り方なんですけど、なんか、やっぱね、すごい気持ちいいんだよね。彼がこう、ラップをすると。私はもうなんか、必ずと言っていいほど、彼のラップにやっぱりキュンとしてしまうんですよね。このちょっとボルテージがね、少しずつ上がってくる感じのシュンティね。熱いんすよ。熱いんすよ。このシュンティのこの、プラス方面のね、感情プラス方面のこの表現ってめちゃくちゃいいっすよね。すごいですよ。でも、これライブだもんね。この生物な感じでこれだもんね。このクオリティだもんな。すごいな。あ。ああ、孤独。ちょっと、ソータくん。ねえ、ここ甘辛ミックスって言ったとこじゃない？孤独がね、甘いっていうかあれだね。切なくなるんやな。なんか息の方に抜いて、ちゃんと孤独になるんよな。そこの描き方が本当にお上手だなっていうね。で、やっぱちょっと肩に目いっちゃうな。ごめん。そこだけは許して。もうこの絶対領域感。なんか見ちゃうね。やっぱね。これはでももうちょっとしょうがない。もう衣装のせい。はい。このガサガサ感を、ちょっと私は、エディ君？同じ BMSG のエディ君の、なんかニュアンスをちょっと感じたかもしれない。ソータ君の、これ。今聞いた感じだと。うわ、すごい。めちゃくちゃ BMSG 着てる。すごい。このファンのグッズのあれか。着てる方がいっぱい見えますね。しかもちゃんと見えるね。こうやって見るとさ、ちゃんとこう奥のね、ファンの方々のお顔まで見えますね、これね。うわー、レオちゃん？レオちゃんが最後吠えましたよね、今ね。うわー、力強いわね。パワフルな部分だったり、ガサッとさせる部分っていう、そこがまたこうね、歌にどんどん乗ってきてるので、すごく面白いですよね、彼の変化もね。発音とかもやっぱり柔らかい方なので、結構りょうきくんと対比にあるようなイメージ感なんですけど。なんかでもそのレオちゃんが持ってる柔らかさのトーンの中に、こう力強さとか、ちょっとガサッとした音とかが乗ってくるから、対比にいるメンバーとは全然違う見え方の強さだったりとか、エネルギー感っていうのが、よくこう見えてきて、これがまたこうレオちゃんらしさみたいなのになっていて、すごくいいですよね。いや、もうこの方はもうジュノン先生はずっとジュノン先生なんですよ。本当になんかもうなんだろうな、ジュノンくんのこの爽やかさ、まあエイベックス感ね、本当に特徴的ですよね。なんだ、やっぱ抜けるんで、彼で一個、ふわっと風が吹くというか。そこなんだよね。髪が青いからかな？関係ない。すいません。綺麗。タン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 って、この下の、この抜き方も超好きだし、多分この後なんかめっちゃ音入れますよね。ポガウォーって、ここの音。ちゃんと再現できたよね、今。すごくない？ありがとう。ね、ちょっと待って、一回待って。でも、まだ再現は、多分 70% ぐらい。100点じゃないんだけど。ってなんか、ここにこうやって引っ掛けるんですよね。引っ掛ける。説明の仕方。説明の中にそれ入れなくていいから、つ話なんですけど。すごいね、この引っ掛け方がやばい。おぼいに乗せて、天才的な音にしてる。この入れ方ちょっと
しびれるな私は。さすが涼介くんだな。ねえ、りゅうちゃん脱いじゃうよね。わかるよ、わかるよ、りゅうちゃん脱いじゃうよね。うん、アクセントの位置でビブラートが入ってくる感じもとても美しいですよね。シュンティーね、髪色すごいな。もういいが、いいですね、シュンティー。もう、ちょっとした表現にゃんかキュンとするよね、シュンティーってね。空が好き。その入り方がめっちゃ好き。ちょっとしゃくるんだけど。わかるでしょ？すごく優しく抱きしめてこない。この表現合ってるって感じなんだけど。そうをね、そんなに優しく抱きしめますかっていう。シュンっていいですよね。いや、ちょっと、いい曲ですね。この、サルビア？なんか花の名前とかじゃなくて。あー、サルビアとやっぱ花ですね。赤いお花ですね。知恵、尊敬、家族愛、いい家庭が花言葉だそうです。もともとサルビアは賢人という意味を持つセージが英名です。へー、なるほどね。なんかアニメの主題歌かなんかでしたっけ？なんかなってましたよね。このビート強く出てくる感じもなんかドキドキしますよね。何何？次にどんな爆発が待っているの？みたいなさ。大丈夫このノリ。なんかすごいテンション上がっちゃってんだけど。すいませんね。なんかついてこれない方もしいたら。なんかさ、ちょっと待って。今の音さ、すごい私、BE:FIRST感じたんだけど。この音。これなんか BMSG って感じする。めっちゃ BMSG じゃない？なんかさ、すごいよね。やっぱさ、ちゃんとこの事務所のカラーを感じる、そのメロディーだったりとかさ、そういうのがあるって、結構すごいことだと思ってて。もう今のそのピンポイントのところだけ聞いても多分、あ、BMSG の曲なのかなって想像しちゃうっていうか。うん。これ持ってるってすごいよね。空のジュノンくんね。爆発というよりかもう誘う系ですね。美しい裏声で、無理やりこう地声で張らせて持っていくというよりかは、もうこういうちょっと美しい裏声、真なる裏声で、皆様を誘うという、そういうスタイルですよね。からのこの重厚感のあるリュウちゃんのこの音というか、そこでドカンと最後に爆発を起こしてくるという、いや美しいですね。ふふーかかってるね。ソータくんかかってるねマジでね。ここのさ、ティーマナ絶対やばくないっつ話なんだよね、マジで。絶対やばくないっつ話なのね。咲いて、散った、この下の方の抜き方ですよね。これがまあいい音というか。で、痛みを抱いてなので、抱くということは、ベクトルが、ね、外向きじゃないですよね。内側に向かいますよね。だって抱きしめるから。っていうところで、まあ喉の、ね、このベクトル感も、やっぱ内に向かうので閉まるんですよね、音がね。はい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 。なるほどね。この表現いいですね。素晴らしい。素晴らしいです。この方も本当小爆発をいくつも、小爆発どころじゃない気はするんですけれども、もう何個も曲の中で小爆発を起こす方なのでね、さすがというかね、この爆発力。綺麗だなぁ、もう。ほんと、ジュノン君は綺麗。美しい。このなんか荒さとか雑踏の中に現れる、なんか一つの光感っていうか、希望の光感みたいなのがすごくて、すごいやっぱ振り返っちゃうよね。なんか天使来たみたいな。うん。これ、ジュノン君な。またビブラートのかけ方も本当に綺麗で。
夢のひとひら、こういう感じかな。結構細かくビブラートかけてるんじゃないかな。ここの裏声地声の綺麗さですよね。スムーズですよね。ここのサルビアのようなの、なのかけ方好きじゃない？マジで。なんかちょっと前側なんですよ。サルビアのような、なんかね、またね、ちょっとね、こう、口先っぽいっていうか、下のね、この先端をちょっとこう、弾くみたいな感じなんですけど、これがまたいい音でね、すごくいいですよね。サルビアって言ってる時に声がちょっとまろやかになるのも好き。なるほどね。リュウちゃんで始まり、リュウちゃんで終わるというね。美しい、美しいしまい方で、ありがとうございました。いや、ちょっとね、面白かったね。やっぱ BE:FIRST 面白いね。なんか、すごいちょっと取り上げるの久々になっちゃったんですけど、いや、よかったな、やっぱり。いや、いいな、ライブいいな、BE:FIRST な。マジで魅力的だな。いや、ちょっと久々に聞いて、またちょっとビシバシ、彼らのエネルギーをね、感じてしまいましたが、はい、ぜひぜひ皆さんにも聞いていただきたいので、もしまだ見てない方とかね、都市で見たい方は、下の概要欄の方に公式のリンクを貼っておきますので、ぜひそちらから飛んでみていただけたらと思います。はい、ということで今日はこんな感じで動画を終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。